エンタシスの柱エンタシスは建築において円柱下部もしくは中間部から上部にかけて徐々に細くした形状の柱。中央部が一番太い場合もある。直径の違いによるテーパー形状は緩やかに膨らみがある場合が多い。エンタシスは施した柱を下から見上げるとまっすぐな円柱よりも安定して見える錯覚を生むため巨大建築物の柱に用いられ、 現代の建築でも使用されている工法である。エンタシスの子は、ローマの建築士やウィトル・ウィウスが用いたのが最初であり、引っ張る、きつく伸ばすなどの意味を持つギリシャ語、イプシロン・ニュー・タウイプシロン・ニュー・オメガに由来する。古代イギリシャの神殿建築で用いられたものが有名だが、東アジアの伝統建築でも似たようなテクニックが用いられており、日本語では、張りと呼ばれる。 中国北宋時代の建築書、映像方式にも記載されており、上に向かって細くなるものや、柱の下から1、3のところが最も太くなるものなどがある。東アジアの歴史的建築に見られる柱の膨らみを、日本では、銅り、または、とっくり柱と呼ぶ。柱の下から1、3のところが最も太くなるタイプのエンタシスである。 奈良時代前期の法流寺近道には、見事な銅張りがあるが、時代が下るにつれ、海流王子五重小道では銅張りが少なくなり、東昇大寺近道ではごくわずかになり、平安時代前期で消滅したと推測できる。鎌倉時代に、中国から大仏様と、禅衆様が日本に伝えられ、柱の上下端を細くしたエンタシス類似の曲線を持つ柱が流行したが、これはエンタシスや、 銅針とは呼ばず、血巻き形という。韓国では銅針の柱を用いた、仏道が現代に至るまで建築されている。歴史的建造物としては、高麗時代の浮石寺無良こと武器殿や、高陵閣社門などがある。ベトナムでも、李朝、陳朝時代からあったようだが、当地は高温多湿で木造建築が腐りやすいということもあり、15世紀以前の木造建造物がほとんど、 残っていない。それゆえ詳しくわかっていないが、大肘などの発掘調査によってエンタシスの柱が見つかっている。映像方式では柱の形式がまとめられており、例えば中国の世界遺産、仏光寺の大殿などで使われている情報1、3が凄まったタイプの柱が火柱という名前であるが、これも英語のエンタシスに含む場合がある。日本では 法流寺にある柱の形式は、ギリシャのエンタシス柱がシルクロードを通して伝わったとされた時期もあったが、経由地周辺への電波が見つからず、現在では続説とされる。中国では法流寺にあるようなタイプの銅針は残っておらず、早い時期に捨てれてしまったとみられる。しかし柿湾掛壊や疑似形石柱などの遺跡に描かれた石刻柱を見る限りでは、 おそらく古代には存在したと推測されており、中国から韓国、日本へと伝播したと考えられている。1893年、帝国大学院生の伊藤忠太が、法隆寺の銅りの起源が古代イギリシャにあるとする論文、法隆寺建築論を発表した。この説は、和辻哲郎が昭和時代に発表したエッセイ、古事巡礼によって特に有名となった。ただし、 建築士屋の藤森照信によると、この説は建築士的には嘘とのこと。この説が生まれた背景には、明治時代の日本の建築家において、日本建築が西洋建築に対して遅れたものであるという大きな劣等感があったため、ヨーロッパ文化の原点であるギリシャと日本の建築がつながっていることを示す狙いがあったという。なお、伊藤忠太はこの説を証明するため、 中国からインドトルコなどを経てギリシャまで3年がかりで徒歩で旅行したが、日本とギリシャ以外のどこにもエンタシスの柱を見つけることはできず、結局この説を証明することはできなかった。また、ギリシャ美術史研究家の前田正明も、ギリシャ建築様式とその周辺諸国への電波の経緯から考察し、たとえそこにエンタシスが見られるからといって、この放流時の注文、 近藤内人などの柱を、ドリス様式の影響と見るのは誤りである。と否定している。近藤豊、古建築の細部異常体が出版、P31、一藤森テルノブ、山口明日本建築集中講義担当者、P13、前田正明、ギリシアの美術祭ら、法隆寺のエンタシス論争最高日報出版社、P202、ありがとうございます。